病気と戦う子どもたちにクリスマスプレゼントを届けようと、三木市内のゴルフ場で今日、サンタに扮したプレイヤーが参加するチャリティーコンペが開催されました。クリスマスシーズンより一足早いサンタたちがナイスショット。兵庫県で初となるこのチャリティーコンペ、サンタカップは毎年クリスマスに大阪城をサンタクロースの扮装でランニングするチャリティーイベント、大阪グレートサンタランを企画している大阪明るクラブの主催で行われました。コンペには阪神タイガース元監督の真由美昭信さんなど198人が参加しました。ほら、帯さ、帯本当や。秋晴れのもと、参加者たちは全員真っ赤なサンタ姿でグリーンを回りました。おそらく日本中にこんなサンタが200人も集結して、ゴルフをワイワイするっていうイベントはないと思うので、今後これをもっともっと毎年毎年発展させていくことで、まあ、子どもたちへの喜ぶ顔が見えるんじゃないかなという。イベントの主催者によると、収益金の一部は病気と戦う子どもたちへのクリスマスプレゼントに充てるということです。